え、シートベルト1個しかねえの。できれば3つぐらいつけていいんだけど。はい、じゃあ行きましょうか。別府行きましょう、別府。おぉ、危ないよ、急ブレーキを上がってよ。これこれ怖い、びっくりした。いいの？怖かった。1時間ここでずっと立ったままそうですね、待っております。足がしびれてきました。今がですね、待ってるのですが、2時半になりますかね。あれ1時半か。あ、そうか、1時半の待ち合わせで。ちょっと2時半ですね、こちら。うん、大分駅ですと連絡が来てからすでに15分ぐらい経過してるんですか。どちらの大分駅なんでしょうか。そんないっぱいあるんかな。1時間遅れて、しかも雨の中歩いて出てこいという指定がありましたので、今テクテク雨の中傘もささずに歩いてます。テクテク歩きましょう。あ、来た。普通そうよ。それに今更気がついた。あ、来た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 。シラだっていつもさ。はい、行きましょう。おはようございます。おはようございます。お願いします。楽しいユーストデーなんで。うん。いやしない。これえっちょっと待って、これどうする。あ、ごめんなさい、これ外し。あ、はい、外していいです。え、シートベルト1個しかねえ。できれば3つぐらいつけていいんだけど。そんなにいらないです。え、ちょっと待って、ちょっと待って、行かないですよ、行かないです、まだ。行かないです。行かないです。落ち着け、落ち着け。まだよ、まだよ。1個だけ、じゃあそのシートベルト俺にも貸して。いや、つけるところがないです。大丈夫大丈夫です。はい、じゃあ行きましょうか。別府行きましょう、別府。まっすぐこの車線でいいわ。あ、はい。あ、よしよしがなかったな。はい、減点です。いるんですか。いるんですか。いるやん。確認はしてくれよ。あ、いや、確認はしました今。なんと、今メンバー入りして何ヶ月ですか。4ヶ月のユリアさんがですね、なんと我々を1時間待たせるという。ごめんなさい。いや、もうだんだん俺も口数がちょっと少なくなってきてる。おおおお。笑いが。なんでこんな大きい車にした。なんかなりました。軽が良かったです。あの、多分マッサに憧れてエクストレイルに。みんなもさ、エクストレイルがいけるな。みんな俺に憧れちゃうんだよね。そうなのか。お、初心者マークいいやん。かわいい。初心者のくせにエクストレイル乗るなよみたいな感じで言われよかもしれない。言われてます。多分後ろについた車の人とか言ってますよ。運転は結構毎日。もう毎日ずっとしてます。好き。うん、でもちょっと飽きてきました。飽きてきた。したくなくなってきた。大分市以外出るのは。あ、別府は行きました。あ、行った。というわけで勇気を出して初めての助手席。なんでうちも見せ物にされたんでしょうか。私まだ生命保険入ってないけど。はい、というわけで、ドライブ行きましょう。
おおやめよ、かっかたては。車どう？いい。いいね。最初からこれに慣れちゃったらさ。事故りますよ。嫌がり方がちょっとさ、エロくね。もうちょっとさ、激しく嫌がろう。後ろからヤジを飛ばしてくる。後ろはいいね、なんか。めっちゃ広い。うん、なんかマスターより広くない？本当？いや多分これが前に来ちゃうんだよな。ああそういうこと？俺が相当後ろ下げちゃうよ。運転席。そう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 。やっぱ身長ない、180あればな。絶対ないよね。え？絶対ないよね。車別大国道に入りました。別大国道はじゃあ2回目ぐらい。いや。あ結構取ったの。3回。おお。3回で4回。どこに行ったん別府の。十文字行きました。あああれあれやな。十文字と大西ディズニーね。行きがちよ。教習車って大きくない？大きいです。な何プリウスとか？いやプリウスは高速の時プリウス乗りました。なんかアクアみたいなやつ。なんかそんな感じで。でもなんか全部新車だったんですよ、大分自動車。マジ？うわ。ないよ、急ブレーキはやめてよ。え？これこれこれ。怖い。びっくりした。カバン後ろに。びっくりした。止まったかと思った。びっくりした。単純に、物が落ちて。あ、びっくりした。ギアがニュートラルになってたって。もう怖かった。わあ、ビールケンさんのゲーム、そんな心臓バッグ受けてるんだけど。私もです。ビールケンって、あの、あれよね、大人っぽい顔したんやな。うん、いいや。美人。そうよ、みたいな顔したの。違います、してないです。否定もせんし。いやいやいや、なんて言えばいいか分かんなくて。で別府市に入りました。スターターです。ちなみに、男性が助手席乗ったのは乗ってないです。おっと、いや乗ってない、乗っちゃうの。乗ってないです。乗っちゃうじゃん。俺が最初の男ってことやな。いや初めての男ってことや。そうです。いいね、何事もね、初めての男っちゅうのいいよね。わからんよ、ほんとに。え？おい、いや、ほんとです、ザコさん。そういうこと？どこの馬の船が乗ったの、ここに。じゃあ、ユリアン以外がこの車を運転したことは？あ、あります。誰？なんでもらう。わかんないです。わかんない。友達。わかんないね、意味がわかんない。怪しいバッグだろ。友達。その友達は男女。女。今なんか下向いてる。いや女ですよね。いや兄。兄って言っても知らんよ。そうですって言ってくださいよ。じゃあ女です。そうですよ。怪しいな。女ですよ、本当に。男なんて乗せないです。怖い思いした？運転って。え、昨日、うん、今日の朝、うん、あの高尾山のとこのこう坂こう登っていくあるじゃないですか、うん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 、あそこの
高尾山の前の道路走ってて、うん、高尾山の方にこう入っていこうと思ったんですよ、うんうん、あの坂の方に、うん、で私ちゃんと確認していなかったんですよ、うん、だからこう入ろうとしたらブーブーって鳴らされて、うん、と思って後ろ見たら真後ろにいて車、うん、でなんかドキドキしながらこう行ってたんですよ、うん、そしたらビューンって横の車線に入って抜かしてきて、うん、めっちゃ怖かったんです。超怖かった。めっちゃプーってなっちゃう。あとガードレールこう、うん、こうカーブするときに、うん、そこのこの段あるじゃないですか、うん、歩道との、うん、そこに乗り上げててガードレールの手前で急ブレーキしました。まだ擦ってもね。擦ってないです、うん。そういう時もありますよね、皆さん。いいの？怖かった。はい、じゃあ帰りですね。引き続き命の危険との勝負を。オッケー。言わないでください。でかい声。ああ怖い。これ右折しようか。はい。タイトル決まったな。ユリアンのストライブ。ユリアン DD。ウェップインター前まで来ましたけど、かなり霧深くてですね、ちょっとユリアン走れるんじゃないかという噂が。かなり霧深いですよね。走ろう。やめてきますか。下走りますか。じゃあ、はい、行きらしく晴れの日に。点が前のめりになってまいりました。肩に力が入ってます。怖い。地下ハンドルと地下。あの学校で習う座り方すごいな。忙しい人はこういうところでどんどん抜いてくださいっていう感じで思ってくれて、抜かされたらなんだ、なんか悔しいです。なんで？本当、私って下手くそなのかなと思っちゃう。下手くそだと思っておけばいいよ。下手くそだから抜いてくださいって思ってくれて、全然悔しくない。もうわざと、うん、ハンドル握ったら性格が変わるやつおるけんな。いやだからあの男でさ、ハンドル握ってなんかこう強気になるやつってかっこよくはないよな。いや無理、本当ダサい。相当無理。めっちゃダサい。なぜそれを男は、世の中の男は気づかんのかな。え、かっこいいと思ってやってるあれ。え、かっこいいっていうか、まあそうやな、かっこいいっていうことも思ってないかもしれんけど、まあ分からんけど、そういうやつもあるかもしれんけど。だってさ、それをさ、なんかドライブとかやってさ、それをされた時点でさ、もう恋愛対象外になるやん。ああ。え、それをさ、気づいていらっしゃる。無意識のうちでそうなるんやったらあれやけど。いや無意識で なるやったらそれはそれでやばいやん。やきゃもう何、恋愛対象外になる、うん、いい気はせんやないですか。まあね、マッチョン側として、うん、めっちゃ普段は優しいのにさ、運転手だったら何がこいつやみたいな。おるんよね、このやつ。あ、おろうかな。さて、別府真ん中入ったことか。真ん中、うん、別府の往復ドライブでした。ラコさんどうでした。え、別にとても乗り心地よく、うん、まあ、命ってやっぱあってよかったね。うん、確かに生きて
帰ってこれて本当に感動してます。勇気を出して初めて、の男の助手席でしたけどね、これからユリアにファンができたり、万が一彼氏ができた時はね、この動画をすぐに見せて、最初に助手席に乗ったのは、マスターだよというのをねアピールしていきたいなと思ってます。何のアピール？というわけでチャンネル登録と高評価お願いします。はい、イリアンのね、このイリアン助手席にぜひ乗りたいのっていう人もチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。というわけでまたドライブ行きましょう。じゃあねあれ2000円ぐらい出したけどガソリン入れて帰るよ。いやいらないです。そんなにいらないで、ね、じゃあ500円何がおかしい